皆さんこんにちは、ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットで1999年から腕時計の販売をしています。今年で23年目かな。かなりそのインターネットで時計を販売する会社としては古い方になりますね。このニールチャンネルでは腕時計の新作の情報ですね、主に。それから機能のことであるとか、あとは、このモデルとこのモデルはどこがどうちゃうねんみたいな、そういうお話を皆さんにお伝えできたらいいなというふうに考えています。よろしくお願いします。今日はですね、セイコー5スポーツから新しく出ました GMT の針がついたね。 GMT の針がつくということは2カ国の時間を表示することができるようになります。で、回転式のベゼルを備えてますので、実際には3カ国表示ができますね。という新しいモデルですね。こちらをご紹介していきたいと思います。まず最初にセイコー5って何やねんっていう話をね、ちょっとさせてもらおうと思うんですけれども、1963年にセイコーウォッチが発売したセイコー5っていうのがあるんです。これは国産初の、日本初ですね、国産初の自動巻きのデイレートモデルとして1963年に発売されたんです。この時、何年前ですか、もう50年前ですよね。50年前の時計業界において先進的やった技術、まず、自動巻きであるということ、機械式ね、手巻きじゃなくて自動巻きってことね、自動巻きであるということと、それから防水性能ね。で、3G1のデイレート、デイレートっていうことは日付と曜日と両方表示するっていうことです。それから4G1のリューズ、これね、あのリューズが4G1になってますよね。4G1のリューズで耐久性に優れたケースとバンド、この5つの高性能を備えたモデルとしてセイコー5だから5なんですよね。セイコー5ということで1963年、50年前に登場 しました。で、これ主に海外で販売されていて、主に全部海外ね、国内では正規販売されてなかったんです。なので国内で手に入れようと思ったら、どうしてもその並行輸入されてきた、逆輸入みたいな感じでね、されてきたセイコー5をファンの方はお買い求めて楽しんでいたというのがセイコー5の歴史なんです。これずっと続きました。連綿とね、セイコー5っていうのは開発も続けられて、海外1000倍やけども、ずっとずっとそのモデルチェンジしてここまで流れてきたんです。で、2019年、これ3年前ですね、セイコーがセイコー5をリローンチすると。リローンチ言うたら再始動やね、国内で売りますと。で、ちょっとロゴも変えてセイコー5スポーツとして生まれ変わらせますという発表があったんです。これも世界中が驚いたというね、やりよったなということで、で出てきたのがセイコー5スポーツ、2019年です。セイコー5が持ってた5つの先進的な機能ね、自動巻きであることとか、 4G1 のリューズとか、 3G1 のデイデイと、それから耐久性に優れたケースとバンドで防水性能ね、この5つのセイコー5が持ってた先進的機能というのを踏襲して、で新たにセイコーが打ち出した5つのスタイル、デザインスタイルやねをまとって、セイコー5スポーツはリローンチされたと。で、セイコー5やからもう全部こうなんやけども、まずはスポーツスタイル、それからスーツスタイルで、スペシャリティスタイルね、それからストリートスタイル、センススタイルね、この5つのデザインコンセプトをもとに再始動したのがセイコー5スポーツであると。この間のね、東京オリンピックでスケボーでね、優勝された堀米くんね、堀米選手もセイコー5スポーツ愛用されていて、5スポーツのオピニオンリーダーになってますよね。今広告なんかにも出ていただいているということで、若い方々にも今すごく注目されているブランドですね、セイコー5スポーツ。今回ご紹介させてもらうこのモデルですね、これはスポーツスタイルの中に入ってます。新しくできた SKX スポーツスタイルということでの中に属するGMT モデルですね。 GMT ボーイっていう風にね、なんか愛称でも呼ばれたりしてるみたいですけども、5スポーツの中で GMT を搭載したのはこれだけです。この3つだけね。この SKX スポーツスタイルってことなんやけども、 SKX っていうね、海外ですごく人気があったダイバーシリーズがあるんですよ。でもう海外でも生産中止になってしまって、もう今や幻みたいになっちゃったんだけど、そのデザインコンセプトを今回踏襲した、特にバンドやね、この多裂のバンド、これは SKX っていうダイバーのシリーズで使われていたバンドで、すごく好評やったんですよね。それが今回5スポーツとして蘇ってきたと。その SKX ダイバーをモデルにさらにこう美しくね、バージョンアップしたデザインになってます。
で新開発の GMT ムーブメントを搭載したと。今回使われているキャリパーは 4R34 っていうね自動巻きムーブメントなんですけれども、まあ、2つのタイムゾーンを表示することができるということですね。ちなみにですね、私も5スポーツの愛用者でして、こちら今日ねさせていただいているこちらの時計は、これはスーツスタイルって言います。私スーツ着ること多いんでスーツスタイル時計を愛用してます。これが2019年に出た時のモデルですね。これまだ現行で売ってますけども、まあ、ここからさらにどんどん進化をして今のこのスタイルになってるということですね。で今回のこの5スポーツ SKX スポーツシリーズですねの GMT、 最新の GMT が付いたモデル、お値段言っときましょうかね。右のこのブラックの文字盤ですね、こちらが SBSC001 と言います。金版ね。でネイビーの文字盤が SBSC003 ですね。でこのね一際目立つオレンジの文字盤ね、これが SSK005 っていう品番なんですけれども、ちょっとね SBSC001003 の時に SSK で品番がちょっと全然違うでしょ。これは流通限定モデルって言って一部の店舗しか取り扱ってないんです。本当に少ない店舗数でしか取り扱ってないので、まあ、主にネットですね、ネットショップで取り扱っているというモデルになります。で海外から直接引っ張ってきたのモデルなので、まあ、こんなビビッドな、ね、オレンジカラーなんですけれども、こちらもお値段は一緒の 52,800円になってますので、ちょっと希少価値が高いモデルですね。でいつこれ生産ストップなのか分かんないモデルなんで、オソロクスのブラックもいいし、それからちょっとおしゃれ度の高いねネイビーもいいし、だけどちょっとビビッドなこういうねオレンジのカラーリングなんかもすごくいいと思うので、ぜひお色をご検討いただけたらなと思います。では詳細を1本ずつご紹介していきますので、一緒に見ていきましょう。それではそれぞれのねモデルの詳細見ていきたいと思いますけれども、これが SBSC001 ですね。 GMT の針がここに赤い針がついてますね。全部ねインデックスも長短針もGMT 紙も全部ルミブライトついてますんで、中の視認性もね高い状態になってます。デート表示のねここ拡大レンズになってるんで、デートの表示もすごく拡大されて見やすい感じになってますね。中に24時間のインナーベゼル、24時間表示あるんですけども、外のベゼルここにもね24時間の表示があって、これを使うとですね、実は3カ国の時間の表示が可能になるということな、ちょっと難しいけどね。例えば今これ10時10分ですよね。で24時間の GMT の針もこれ10時指してるんで10時10分ってことになるじゃないですか。でこれがこの GMT の針だけ単独で動かしたら2カ国の時間表示になるんですけども、もし仮にですよ、このベゼルを動かして この感じになったとするじゃないですか。ほんならこのベゼルで見たら24時間の針は2時を指してるんですよ。わかりますか。このインナーベゼルで見たらここは10時を指してるから10時10分なんやけど、ベゼルの24時間表示で見たらこれ2時を指してるから2時10分ということになります。で通常のこの長短針見たら10時10分ということで、これで3カ国表示できるんですね。 GMT の針がついた時計っていうのは回転式のこのベゼルを搭載すると3カ国表示になります。この GMT ボーイと呼ばれるねセイコー5スポーツの新作は3カ国表示できるってことになりますね。はい。で4時位置のリューズ、これも伝統ですね。伝統の4時位置のリューズ、それから 100m 防水ですね。これもまあ伝統的な仕様になってます。このね多列式のこのバンド、ちょっとゴージャスなねラグジュアリーな感じしますけども、このバンドが結構特徴的で、昔の SKX シリーズで使われてたバンドなんですね。しなやかに曲がるので腕なじみがすごくいいんですよね。綺麗なキラキラ光るバンドになってますね。でクラスプはダブルロックですね。スポーツモデルなんでやっぱダブルロック、ワンプッシュ三つ折れ式プラスロックですね。ちょっとねこちらの針止めのモデルになってるんで、私の私物でちょっと紹介しますけども、裏蓋スクリューバックなんですけども、スケルトンになってるんで5スポーツのシリーズは全部なので、こうやってここにねテンプありますけれども、機械式の時計の動きを裏蓋で楽しむことができますので、ぜひこれも楽しんでいただけたらなと思います。続きましてこの SBSC003 ですね、ネイビーカラーになります。ネイビーカラーっていうのがねまたねおしゃれな感じなんですね。ブラックはブラックですごいいいんですけど、
やっぱりネイビーも1本は持っておきたいなというカラーリングですね。 GMT の針は同じくレッドですね。でルミブライトがすごくふんだんに使われてますので、こちらも侵入性は抜群ですね。ちょっとこう角度によってねカラーリングが変わるというか、ちょっと薄いネイビーになったりとか濃いネイビーになったりする、これもねあのネイビーカラーの一つの楽しみ方ですね。バンドは同じく多裂のバンドになってます。ラグジュアリーな感じしますね。いかがでしょう、ネイビーカラーです。はい、そして注目がやっぱこちらオレンジカラーですね。こんだけビビットのオレンジってなかなかないんじゃないですか。ダイバーのねシリーズにも多いオレンジカラーですけれども、まあ今回 GMT のシリーズでもこのオレンジ出てきたということで、これもね光の当たり具合によって表情が変わるんで、そちらもね楽しんでいただきたいなというふうに思います。24時間ベゼルの方もカラーリングオレンジになってますね。ブラックにオレンジのカラーリングになってます。バンドは一緒ですね、ラグジュアリーな多裂バンド。腕元かなり際立つんじゃないかなというふうに思います。おすすめですね、ぜひぜひよろしくお願いします。ブラックのカラーはねつけてみるとこんな感じになります。ケースのねサイズを押さえておきましょうか。縦が 46mm、 横が 42.5mm ですね。で厚みは 13.6mm になってます。はい、ブラックカラー装着するとこんな感じですね。バンドがいいですよね、この多裂のバンドがすごいゴージャスでいいと思います。でも表情はかなりスポーティーでいい表情してますね。バンドとの相性がすごく抜群だと思います。こちらがネイビーカラーになります。表情がねブラックとやっぱちょっと違いますよね。ラグジュアリーバンドにスポーティーなフェイス、ラグスポモデルですね。ケースサイズは全く同じですね、 46mm×42.5mm ステンレスになります。はい、来ましたね、オレンジモデル、オレンジ文字盤ですね。いかがでしょう、かなり目立つカラーリングになってると思います。海とかでねこういうのしてたら結構あのいいんじゃないですか。おしゃれでスポーティーで、ちょっとね他の人とは違うような時計したいなみたいな人もぜひぜひおすすめですね。かっこいいですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はですねセイコー5スポーツのスポーツスタイル SKX シリーズですねの中からこの GMT 搭載した3つのモデルね、最新のモデルをご紹介させてもらいました。まあこれ際どいねビビッドなオレンジカラーも捨てがたいと思うんですけれども、オーソドックスなブラック、それからおしゃれなねネイビーと3色展開ございますので、ぜひご検討いただけたらなと思います。お時計のね詳細に関する情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからまたご覧になってみてください。それから高評価ボタンとチャンネル登録、ぜひこちらもお願いしたいなと思っています。こちらのモデルについてのお問い合わせとかございましたら、コメント欄にお書き込みくださいましたら、私たちまたお返事させてもらいますのでよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画はここまでになります。ではまたお会いしましょう。さよなら。つけてみるとこんな感じになります。あ、サイズ感言うてへんのか。縦が46センチ、ちゃうな、どんな大きいね。